今回ご紹介するのは、論人の手巻時計 13ZN プライバッククロノグラフ REF4445 です。1936年に論人社が当時の最先端技術を投入し完成させた名機 CAL13ZN。 他社では不可能とされたフライバック機構を初めて採用したコレクションです。コストが膨大なため、わずか10年間という短い期間のみの生産で現存する数は限られています。現在でもクロノグラフの最高傑作と言われています。本品は1939年にチリの代理店に納品された希少な 13ZN 初期のキングクモデルです。ケース、キャリバーナンバー1のアーカイブ取得済みの個体です。文字盤は枯れたヴィンテージダイヤに、全数字と高級感あふれる青焼き針の組み合わせ。インダイヤルは30分積算系と永久秒針の2カウンター。味わい深いエイジングが加わった唯一無二の風貌デザインです。18KYG 金木ケースは重厚なラウンドフォルム、裏蓋はスナップバック、金木のエンドピース付き、亀殺しタイプのラグを採用しています。世界中から称賛を浴びるクロノグラフ、時計ファン、こだわりのアンティークウォッチをお探しの方におすすめしたい一品です。ダイヤル、文字盤、焼け、シミ、くすみ、汚れなどの経年変化が認められます。一部文字、メモリの判読は難しいです。針も経年変化しています。ケース、裏蓋、チレ、小傷、あたりが認められます。風貌、チレ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に確保されています。ベルト、ベルトは付属しません。操作方法、ケース右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので、毎日リューズでゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き止まり以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。リューズを引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。ハック、秒針停止機能はありません。クロノの操作は、右上のプッシャーを押すとスタートストップ、下のプッシャーを押すとリセット、再スタートします。30分積算系は約5秒前に切り替わります。付属品、アーカイブ、2021年7月始動。日差は24時間の実測で30秒前後に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ケース径は 34mm、 リューズ含まず、縦ラグからラグまで約 41mm、 厚さ約 14mm、 風防含む、総重量 39g です。
時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティウォッチマンがお送りしました。